皆さん、おはようございます。おはようございます。1月10日、8時45分になりました。デイトレの配信、スタートしてまいります。音声、映像、皆さん、いかがでしょうか？問題ありませんでしょうか？うまく見聞き取れている方、そうでない方、いかがでしょうか？コメントいただけたと思います。ありがとうございます。音声、映像、OK ということですね。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。3連休明けの本日、火曜日ということの配信になります。ニューヨーク市ですね、今日はまちまちの結果となりましたが、その前の金曜日、雇用統計内容がですね、いい面と悪い部分がありましたが、いい部分が残ったという形ですね。それで、ポジティブに上げていったという形になります。特に、雇用統計ですね、金曜日、非農業部門の雇用者数の伸びですとか、あと失業率の低下、これが良好な結果となった一方で、点々点ということですね、平均支給の伸びが予想下回ったという形で、そちらの方が注目をされたという形ですね。景気の拡大とインフレのピークアウトといったようなポジティブな結果となりまして、大幅に上昇。ただ、昨日は、まちまちの結果となっております。で、それによって、ですね、今日、日経の状況はどうでしょうか。昨日、今朝が終わりましたニューヨーク市場はダウ反落、SP500 も反落といった小幅なレベル、ナスダックに関しましては続伸という形で終えておりますが、今日経の状況を見るとですね、上げてのスタートが見込まれます。そうですね、続伸スタートが見込まれます。そうですね、買われていますね。ただ買われてからの動きに再注目ということで、上げてから陰線で売りに押される可能性もあるということですね。今週に関しましても、手出しをさまざまなチェックポイントをいくつかありますので、CPI 含めてですね、それによってまた今週も動きが変わってくるであろうと見ておりますけれども、まず日経の下画面共有させていただきます。これ、冷やしたと、です。今月1月営業日、今日で4営業日目となりまして、初日陰線つけてから、その後、反発をしている。こういう状況になりまして、今日、朝方の段階では2万6000円ですね。2万6000円を上に向けてのスタートが見込まれます。とはいえ、まだ上値が重いです。その理由としましては、テクニカルチャート分析で見ると、まず、月もそうですけど、週ですね。特に週足の上値の重さがありますので、スイングでやられている方もそうですし、デイでやられている方もそうなんですけれども、日経採用銘柄であれば、一旦の上値目というのが、ちょっとしかないということですね。で、あと、上蓋があると。各移動平均線価格帯、あとは、今もそうですけれども、買いの状況ではない。買うんであれば、デイトレの範囲ということになりますので、スイングでの買いは、やはり危険、NG となります。じゃあ、では、どう見ていくのかというと、基本的な買い戦略としては、大きく伸ばすというスタンスではなく、しっかりと部分的にコツコツこれを取っていきながら、最終的に伸ばしていこうという戦略で臨む必要があります。空売りに関しましては、まだまだダウントレンドの銘柄、たくさんありますので、日本の個別銘柄です。それらは伸ばしながらという戦略も多いあるんです。空売りの銘柄に関しました。ただ、不安な方は、早めの利食いですね、行っていただいて全く問題はありません。そして今日はですね、チャットの方に、出させていただきました銘柄、今日は7銘柄ほど出しております。本日の注目銘柄ということで、1つ目、5137スマートドライブになっております。2つ目、5240モノイテクノロジー。6298 YSC。4つ目、2484デマイカカラオケです。9341ジェノバ、これもカラオリです。カラオリ可能な銘柄です。そして4565創生は買い戦略。5202イタガラス、またファブリックイタガラス出していきます。金曜日を通して見ていた銘柄ですが、今日外していったんですけれども、また再び入れていきます。5202のイタガラス、これも加えていきます。以上7銘柄見ております。一つ一つまず見ていきたいと思います。まず一つ目、5137スマートドライブ。買い戦略。
1620円のストップ高で置いておりまして、今現在、2014円から15円です。もうすでに朝8時の段階では2020円でしたが、もう剥がれてきております。どんどんこのように剥がれてきております。まあ、朝方の会議ではだいたい1800円ぐらいで、1800円台ということで、寄るのかなという話をしておりましたが、近づいてきてますね。1900円は1800円台。まあ、1700円台になるかもしれません。まあ、ストップ高での寄りはもうないということがほぼ確定ということですね。今の状況で見るとですね。特外スタート、どこで、まずどこで値をつくかです。スマートライブを見ていきましょう。2つ目、5240、モノアイテクノロジーです。こちら、この前出してみたんですね。昨日、この金曜日ですね、大きく上昇をしていきまして、1489円から、その後売りに押されまして、先ほどまで1400円だったんですけどね、また再び買われてきております。1438円から1439円。金曜日つけた高値1489円をさらに売りに抜けていけるかどうかに注目をして、調べていきたいと思います。モノアイテクノロジー。激しく動く IPO となります。スマドラ同様です。そして3つ目。これは IPO ではありません。6298。YAC ホールディングス。機械。計算ですね。1700円。一段だが、ギャップアップスタート。1848円から1849円となっております。板の下、ところどころあります。激しい動きを金曜日同様をする可能性は高いと見ておりますが、ギャップアップ、つまりこのあたりですね、1850円付近で朝方などを開けてスタートすることが見込まれておりますので、その一歩目のもう少しの状態ですね、上に動くか下に動くか。まあ、下に動いた場合には、どうでしょうかね、空売りという戦略も大いに考えられますが、値がですね、どん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 1700円、金曜日の終わりに近づいてくるようであれば、売りではなく、いつでも買い戦略のみということで見ていきます。今のところ、売りも買いも可能となります。そして4つ目。2484、出前か。売り戦略です。金曜日の終値390円に対しまして、今現在399円から400円。金曜日言いつけた高値を上に向けてスタートすることも先ほどまでですね、考えられていたんですけれども、どうでしょうかね、上値の重さもあります。今日、あんだかに強い状態ではありますが、高寄りしてからでも陰線出すこと、多々ありますと。それを見ていくと、出前か売り戦略。チャンスがなければやらなければなりません。チャンスがなければやらないという選択肢がありますので、下げてきたらということで出前か売り戦略、見ていきましょう。下げなければいけません。5銘柄で、9341、ジェノ。です。これはもう以前からお伝えしている、もう案の定という形ですね。安値を更新していく。で、案の定、昨日、金曜日、その前もそうですが、安値どん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 更新しております。1515円に対しまして、今現在気配で1536円、ここですね。1535円から1536円。これも直近の IPO を応募して激しい動きをする銘柄ではありますけれども、板薄いですね。出来高もだいぶ細くなってきていたんですけれども、金曜日、また再び出来高を盛り返していくということになります。上髭をつけたところで、1600円、1500円後半ぐらいで買いを持っている人たちが多いということも見て取れます。まあ、全体的に見ると、1700円どころでしょうかね。まあ、1800円間ぐらいで持っている人たちがかなり多いということが見て取れます。ので、もう一段の投げですね。下げが入ることを想定して、空売り戦略で見ていきましょう。そして空売り可能な銘柄を取れます。証券会社によっては、売り金のところもあります。在庫を抱えてない場合ですね。6つ目、こちら買い戦略です。4565、創生です。創生グループ。4号系ですね。2217円、金曜日終値に対しまして、2249円から50円ということで、上げてのスタートが見込まれております。とはいえですね、創生は、まあ、特徴的なものですね、朝、会議で、加瀬さんおっしゃってましたけど、オーバーか。もう、とにかくオーバーが多い。常に多い銘柄となります。株価上昇するけれども、オーバーが多い。ですが、一つ、ルール。これは徹底して持っていただきたいので、アンダーが優勢にならない限りは、これは、手出し無用ということでですね、見るようにしていただきたいと思います。創生グループの解説。最後、7銘柄目、5202の板ガラス、日経平均作業銘柄となります。
で、こちら金曜日ですね、出しておりましたが、金曜日、終日、ビタグラス、チェックしておりましたけれども、こちらもですね、オーバーとアンダーミル、終始ですね、オーバーが多かった銘柄となります。金曜日の高値をまずブレイクしていけるかどうか、こちら注目をして見ていきますが、いかんせんオーバーがアンダーの2倍までいきませんが、多いですね。1.9 倍くらいでしょうか。今、多い状況となっています。アンダーが増えることに加えて、必ず1月6日の高値の頃ですね、665円をまず上に抜ける。この2つの条件がしない限りは、いただかず、手は出さないようにしてください。以上、7銘柄となります。ありがとうございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。他の注目している皆さんの銘柄などありましたら、それもですね、おっしゃっていただければと。いや、実はマイクロ波見てるんですとかですね、ブライトマスバイオ見てるんですとか、エネチェンジ見てるんですとかですね、ありましたら、乱高ビノベーションどうでしょうかとかですね、おっしゃっていただければと思います。板の状態とチャートをテクニカル見ながらですね、お伝えをしていきたいと思いますので、あと、不安な方ですね、銘柄の選定に関しましても不安な方いらっしゃると思います。皆さん、今、録画版見ている方は、この手帳、皆さん持っているはずです。この手帳をしっかりと必ず見ていただいてですね、毎回確認すべき、これのチェック項目ですね。必ずこれも確認をするようにしてください。そして、トレード、デイトレ終わった方はですね、今日の振り返り、そして今週の振り返りを行ってください。特に先週分ですね、4日、第8回から4、5、6、3日間ありましたけれども、今週の振り返り、これ必ず皆さん、どういうトレードをされたか、必ず何を学んだか、次にどう生かすのか、必ずこれをチェックして書いて、何度も見直してください。これが皆さんの生きた教科書になります。生きた今年、2023年度の教科書になっております。ぜひ活用してください。で、これを活用されてですね、去年大きく取れたという方もたくさんいらっしゃいますので、今活用していただければと思います。そして、あと残り2分ちょっととなりました。PTS の方でですね、買われていた銘柄に関しましても見ているんですけれども、いまいちですね、できなかった、もう乏しかったり、チャートの形がダウントレンド後の反発はあるんですけれども、大体多くの銘柄がトレンドが、だと上げても陰線出したりですしておりますので、まず流れに沿った動きをしているかどうかというのをですね、第一のも見ていきたいと思います。では、間もなくということで、フラッシュチャート切り替えていきましょう。7銘柄、一つ一つこちら見ていきましょう。まず、スマトラか、ギャップアップで確定してますね。結局、案の定、1800円台。1800円も割りそうですね。いずれにしましても、ストップ高で寄り付くことはないということです。あと、モノアイですね。どうでしょうかね。モノアイもいい形ですよね。5240、モノアイテクノロジー。また戻してきています。6298、YSC。これもギャップアップスタート。いい形です。284、出前館。結局、戻してきましたね。出前館。朝方、400円どころありましたけれども、今396円。あと、ジェノバ。どうでしょうか。1515円。これは反発スタート。総選。あと、残り1分ちょっととなっております。総選の回線力。売り買いの圧力の差。ダメですね。オーバーが強い状態。板ガラス。これもオーバーが強い状態です。まずこの3つメインとなりますね。まず3つに注目をして見ていきましょう。その後、出前館、ジェノバ、創生、板ガラスと見ていきます。やっぱり皆さんも気になる銘柄がありましたら、ぜひおっしゃっていただきたいと思います。受け上げてのスタートで、日経主力銘柄はプラスですね。場合によってはギャップアップスタートする銘柄も出てきております。今、気配の段階ですね。そこそこ強い銘柄が多いですが、それでも日経平均、日経採用でも上げない銘柄もいくつか、セクターによってはありますね。さあ、残りあと数十秒。間もなくとなります。
手がつきました。いいですね。出前館は上げプラススタート。ジェノバもプラス。ソーセンパリナス、板ガラス。オーバー強い。スマドラモノアイワイエシはすべて特売の状態となっております。いいのがなければ、やる必要は全く持ってありません。ものすごい静かな朝になりそうな雰囲気がしてますね。そうですね。静かなんですか。皆さん、焦る必要はありませんので、リラックスして臨んでいただきたいと思います。ソーセも、下ひげ。これがオーバーパンダ逆転したら、いいですね。これがまだありません。街の状態ですね。スマドラ、モノアイ、YAC。高一さんなら524、全部6人、9月、この3名からとなります。じっくり見ていきましょう。今、スマドラを上げておりますが、一番最初に寄り付きそうなのはどれでしょうかね。YAC の板の状態、モノアイとスマドラ。スマドラのどれも特売、まだまだ時間かかりそうですね。この中で言ったら、小石さんならスマートドライブが早そうですね。スマドラ YAC、モノアイといった順番でしょうか。で特にここで大きな売り物、買い物がですね、入ってくると、また変化してきます。大きなものないですね。今何見ているのかと言いますと、ここ見ているんです。さあ、ここ、ここ。あ、モノアイも、モノアイ間もなく寄ります。5240。今値がつきました。一気にモノアイ、注文が入りました。さあ、モノアイ。上場来の高値を更新した状態となっております。で、出前感じれば、ソーセージ板ガラスも見ていきます。で、次に値がつくのが、スマドラでしょうかね、このままでいくと。スマドラは YAC です。1本目のロースカシの状態を見て判断していきましょう。オーバーアンダーは良い状態となっております。IPO であること、これをまず頭の中にしっかりと叩き込んでください。売る買いの力が非常に良い状態です。買いの連が入りました。寄ってから2分経過です。寄ってから2分。またすぐに売り注文も入りましたので、値段が再びつきました。今日のモノアイのストップ高1727円です。その以前の、失礼したでしょうかね。配信の時、ちょうど1億円分入った人です。いました。8万円くらい見せたでしょうかね。その方が1100円くらいで、1億円分買ってた人たちは、おそらく先週、比較されていると思いますけれども、いい形で上げています。
一歩目の脳卒中の状態を見て判断していきます。大陽線、まあ、ではないんですね。ただ、利食いか IPO であります、ね。板も薄いですから、一気に売りの連が入ることも考えられます。同時にこれ見ながら、この絵見ながら、出前感じのバスを成果からすぐ見ていっておきます。何株消化するかと。消化しなかったですね。1560円のところにあったりです。もう今、書き消されてます。うん。売り板、何株の売り板がもう発されちゃいました。単純に見せていただく。1568円が今日の高値となっております。まあ、これをさらに上にブレイクしていくかどうか。ちょっとですね、オーバーも増えてきているとこういうことも頭の中に入れておいてください。抜けていきました。上、今、古い板で見ますと、どうでしょうかね。1600円どころ、2万1000から入っています。1600円ぴったりに。で、不安な方はリグっていただいて構いません。全部はもったいないです。いいですね。2万2900株が37円とか1600円差しています。そこまで行かせ、YAC もお値がつきましたか？言いましたね。はい。いや、物合いも利益だいぶ出たからいいやと。じゃあ、YAC、そこ見ていこうという方は、物合い全部リグっていただいても問題はありません。明確な理由があれば問題ありません。含み益が出ていても、同値で割ることもあります。含み益が出ていても、押すかということもあります。ちょっと一旦 YAC 見てみます。このような状態。高売りしてから陰線。ギャップアップ、この売りもあるんです。物合い切り替えていきましょう。1600円どころ、万株、2万9000株、2万8000株、これを抜けれるかどうか。いきました。いっていますね。はい。切りましたね。1600円どころで攻防が上に抜けていきましたが、もう一回1600円割ったら逃げるというのもありですね、部分的にでも。割らなければ、その方向、下から上に吹いている風に乗って株価はさらに上昇していきます。上値見れば、今日は1727円ストップ高まで、そのまま伸びていくかどうか。5240。全然問題ありませんので、ね、いろんな方、ここでエントリーしてますから、リグっていただいても構いません。全員含み益です。まあ、IPO ですからね。はい、IPO です。変なのには巻き込まれないように、なるべくしっかりしてしまいます。で、次がスマドラ5137。ありますので、物合いの1727円まで、いや、最低100株残しておきたいという方は残していただいて構いません。1600もあると売りのレグとかが入ってきそうな感じがするんですよね。それが一番ちょっと怖いですよね、そのシナリオは。売りのレンからそのまま得になってしまうことがある。さあ、スマートラインを読みました。順番なのでいいですね。一気に3つ全部来たわけではありません。さあ、YAC が上抜けて、振り返りの取得の差。ちょっと拮抗状態ですね。1825が今日の高値どころです、YAC。そしてスマドラは寄ってから陰線が出現しております。ちょっと悪いですし、売りの圧力もだいぶ入ってきてます。で、物合いが1600円一旦割ってきたぐらいで、もう全部撤退でも全く1分でとなってませんけど、YAC スマドラに切り替えるのも大いにありです。いや、絶対に、100株、最低単元だけでも残してきたと
という方は、それでも全然構いません。他全部、500株入って400株もリグいました。残り100株だけ持っています。全然構いません。なので、止まりを入れるというのも多いになります。スマトラ YAC。それで次のシーンといいます。次の銘柄をメインとして見ていきます。モノアイとスマトラは直近 IPO であります。あとはゼロも出しておりますけれども、ポイントはありません。この2つがメインとなります。YAC は直近 IPO では全くもってありません。結構古くからある会社になります。抜けませんね、YAC は。抜けないですね。理解が早速。YAC がなければスマトラという広告があります。この場合はさらに来たんだかと思いました。で他、出前館ゼロバ創生、板からそう見ていきますが、特にありません。順番としていいですね。物合いが来て、YAC、スマドラ。これ待ちです。なければやらない。YAC で十分に確定できればもう十分です。あるいは YAC で、YAC じゃない、物合いで、に確定できたという方は、この今日一日これで終わりにしていただいてもいいです。株数どれぐらい入るかによって一緒によってそれぞれ決まります。投入資金によって、決まります。YAC の売り買いの一つさ、皆さんご覧になっていただけましたでしょうか。今、エントリーされている方、もう2倍以上あります。いい形です。いいですね。この流れはいいですね。はい、スモトラは、大丈夫です。モノアイテクノロジーより確定されて YAC 入られている方、多いと思いますが、どこまでだと YAC 伸ばすかです。YAC も、IPO ではありませんが、板薄いです。だいぶ薄いです。1840度、これに1万円、1万株入っておりますが、これ抜けたらストーンと落ちそうな感じがします。今、落ちていきます。あ、それでも、多分人気がないんですかね、YAC 全然。なんか、薄いですね。1万株の支えが進化しても、全然また買われている状態です。含み益はだいぶ減ってきた方もいらっしゃると思いますが、同値で逃げていただいてもいいです。薄いですね。YAC もこっから売られていきそうな感じもしますね。この圧力差だけで見るとですね。2倍あったのがもう 1. 数倍になっています。これ今日の安値はあると空売りというのがあります。買いでも YAC と、売りでもと。629足 YAC、皆さん、いかがでしたか？ここを見ていただいて、2倍から、崩れてから、1840円どころ、1830円ぐらいで、どうでしょうかね。で、確定。剥離で終えられた方も多かったと思いますけども、ね、いい銘柄でしたよね。YAC も。YAC、1分デッド。まだですけど、ほぼ終了です。そしてスマトラ見ていきます。スマトラがですね、売りか、可能であれば売りという選択肢もあるんですけれども、売り買い混合なんですけど、上に行ったら、また再び上に行ったら買い戦略となります。スマトラは、売り金ですかね、これ。見ていきましょう。あ、普通に売れますね、空売り。スマトラ普通に空売りができます。さっき1本目は、割ったところで空売りした人は、不明益の場で、多少、何ティックでしょうか、20ティックくらいあったかもしれませんけど。以上。まあ、10ティックでも止めれば、十分です。20ティック以上です。1、2、3、4、5、8、9、そうです。30ティック近く下げましたけれども、板薄いので、
まあ、10ティックくらい取っても全然問題ありません。あと手数料分ありますから、まあ、最悪トントンでもナイスと取られます。で、YC がまた再びですね、支えられていくかどうか、こちら見ていきたいと思います。ただ1分がもうデッド中となります。で、モノアイテクノロジーですね。2つ目の、これは今1分デッド中になります。もうすでにこれは利確ですが、利確終わっていますけれども、まだ引き続きこれを見ていきます。2回目のトレード、発車待ちです。YC もそうですね。またオーバーアンダーが差が開いてきたらということにできます。スマートドライブに関しましても、空売りされた方はもうすでに利確されて終えていて、次、回線で、売り買いの圧力差、変わらずアンダー強い回線で見ていきます。出前感、ポイントありません。外しまでいかないんですけれども、ポイントとしては全然ないですね。ジェノバもポイントとしては全然今のところありません。ないけれども、陰線、ほぼ十字線ですね。ポイントありません。で、そして、総線。振り返りの強さ。陽線つけております。総線グループです。が、オーバー25万円に対してあなたは16万円。まだまだ。あと、板ガラスは、全然ポイント以外のところはありません。ですので、今日3つ、スマドラ YAC、モノアイとなりますが、スマドラいい形で、また支えられてきております。YAC、1段高くなるかどうか、もう1段。モノアイテクノロジーももう1段高くなるかどうか。先ほどモノアイ、もし入れなかった方がいれば、次のチャンスを狙っていただいても全く問題はありません。モノアイが今日つけた高値が1650円、9時17分、1650円。まあ、つまり今つけたところになります。先ほど1647円だったと思います。これをさらに抜けていくかどうか、ただ今、とはいえ、デッド中ですから。あれを更新したとしても、これを見てください。確認数、コンテンツになること。安心、安全なトレードをしていただきたいです。そのためにも無理はしないということです。確実に行ける場合のみ入るようにしてください。モノアイが今日の高値を更新をしていきました。1663円が今日の高値。しかしながらまだエントリーはリスキーです。まだです。70円つけましたが、まだです。何度も何度も我々を見てきました。こういう状態。騙しに遭う危険性が高い。勢いとしては5240モノアイテクノロジーがいい形です。で、YAC も支えられながらもう一段上に行く可能性もある。で、5137、スマートドライブ。これもまだわからないですね。スマドラ、直近 IPO です。12月15日にスマートドライブ発で形成してからの動き。売りにずっと押されて1057円まで落ちました。その後反発上昇して直近高値を上場来高値を更新が今日です。モノアイテクノロジーに関しましても上場来の高値、金曜日高値更新しましたけども、それもさらに上回っております。YC は IPO ではありません。ただ、板が薄いので、IPO 同様の動きを今現在見せている。そんな感じですね。あとは、そうだな、ランキングはまだ早いので、この銘柄で見ていきたいと思います。特に皆さん、気になる銘柄、先ほども何度も何度もこれからもお伝え、していきますけれども、ありましたらおっしゃってください。せっかくなので皆さん参加方でお願いいたします。結構皆さんいろんなの見られてますからね、ぜひ。そうです、本当に。本当にね、アンケート取ると、いや、それ、
違う、それ以外の銘柄、注目銘柄、我々が見ている監視銘柄以外でやられている方もいらっしゃいますか。ぜひ教えていただきたいのです、はい、皆さんそういうのをシェアしていきましょう。積極的にお願いできればと思います。我々の伝える銘柄が美味しいところだけ取ると全然構わないですけども、皆さんも一緒にですね、戦友ですので、ね、いろんな銘柄もおっしゃっていただければと思います。この銘柄どうでしょうか。特に新しく入られた方もですね、率先して動いていただければと思います。物合いが今上値が少し重くなってきております。それは何でわかるのかというと、売り買いの圧力差ですね、売りも増えてきている。で、YAC、こちらも同様ですね、特に YAC の方がわかりやすいですね、売り買いの圧力差。スマートドライブ、これはまだ、買いの方が優勢となっております。IP は本当に激しく動きますので、物合い、スマートドライブに限らず、例えば、これもそうですね、テレビです。朝大きく上げてから売りをされてもマイナス4パーセント。あとは売りのレーンがさっき入ったのでいうとこれです、BTF、 これ売りのレーンがさっき入りましたね。買われてプラス買うの一気に売りのレーンをマイナス約 6% となっております。さあ、物合いはまた再び伝えられておりますけれども、案の定1分がデッド中に更新しました。ここで買った人たちは騙しにあっている含み損ということが分かります。必ず買いのサインが出てから入るようにしてください。先ほどのようにですね、先ほどここで入ったように、これ入って含み影響伸びていったようにですね、伸びていただきたいということになります。そしてゴーリチさんならスマートドライブ切り替えてみていきます。支えられていい形になってきましたね。YAC、スマートドライブ、モバイルテクノロジーです。先ほどスマートドライブ、空売りを捉えた方、いらっしゃると思いますけれども、ね、まあ、剥離で終えられたかなという感じですね。30ティック近く下げましたけれども、まあ、取れたの20ティックでも手数料を引いて、まあ、それよりプラス。まあ、大きなプラスにはなってないはずです。物合いは大きなプラスになった方もいらっしゃると思います。一旦の状態から。あと YAC の回、YAC 自体薄かったですね。ですので、まあ、さっき利益取られた方、どれぐらいでしょうかね。伸ばすことは難しかったですね。まあ、同値で逃げられたか。あるいは、薄利で終えられたか。まあ、いずれにしても全部利益ですよね。物合いも YAC もスマドラも。物合い買い、YAC 買い、スマドラ売り。かけらの上に行こうとしたけれども、できなかったということですね。日経も全然もう、さっき買われてから動いてないです。ちなみにこれ日経です。まあ、横横です。スマートトライに行きましたね。はい。売り買いの圧力差もいい状態です。はい、空売りと買い、ダブルで、スマートラ。取れる方は素晴らしいです。スマートラ今日は、一段高、下髭陽線、2020円が今日のストップ高となっておりますが、一旦今、リビングまた再び入ってきてますね。朝方、高値を掴んだ1800円のこれで入った人たちの、今、DV でしょうかね。売り物も入ってきています。さあ、もう一段上に上げていくろうか、スマドラ。1850円どころを上に抜けていくと強いですね。今、マグカブ特にないですね。スマートドライブは。1万株ぐらい入っているところがないです。2000円ぴったりも少ないです。8100個しか入ってないです。29人の方。2000円ぴったりに売り注文、売り差し値注文を入れております。それより上、ストップ高まで見ていくと、あ、全然ないんですね、スマートドライブ。人気がないんですかね、スマートドライブ、他のメールは。そうですね、なんか薄いですよね、はい。上昇来の今日高値を更新です。初値形成した日の高値、これを今日ブレイクしていっております。1720円くらい、1725円ですね。
初音形成した人の高台、今日それをブレイクしていきます。言っております。さあ、売りでも買いでも。もう一段50円どころを捉えるか。9時24分に50円つけております。さらにそれをブレイクしていけるか見ていきます。YC を見ていきましょう。もみ合い。もみ合いももみ合い。なんかとても崩れないですね。50円捉えていきました。スマートドライブです。スマートドライブ、エントリー買いを持っている方、これどん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 伸ばしていきましょう。ただ、板が薄いので、部分的にコツコツリグっていただいて問題ありません。今日のストップは2020円です。必ず、いい形になっていっても、ストップ高までいくとは限りません。今はスマートドライブ。売り買いの圧力、板の状態しっかり見てください。オーバーがちょっとでも増えてきたところで部分的にリグっていただいて問題ありません。今はオーバーアンダー。いい形ですね。これが継続しています。例えばアンダーが20万割っちゃうとかですね。そうなってくると今度売りにドスンと売りの連も入ってしまう可能性もあります。今51737スマートドライブ。1870円、1880円、1890円の板。あ、今、売られてます。今、リビー入ってます。ちょっとオーバーがまた強くなってきましたね。ローソク足、3分の安値というより1分の安値割ったらもう全部逃げていただくことも可能です。まあ、IPO であること。必ずこれを頭の中に入れてみてください。無理をしないということですね。さっき割り、割っているかどうか、キャステを。1833から3、一旦割ってますのでね。スマートラリグに割れた方、それで終了で持ってくるのではありません。今持っている方ですね。あ、一旦割ってるんだと。今きついで、今利益確定していただいても全然問題ありません。まあ、どちらにしても利益確定です。いや、さっき物合い1分デッドまで。持ったから、スマートラも1分ネットまで持ちたい。これも全然多いありです。ただし、全部、全段は持つ必要ありません。IPO なんで、少し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 。それで伸ばしていく。やり方を優先していただければと思います。売りの連が入って、売りの得が入ったら、どうしようもないですから。成り行きで、成り行きボタンを押すしかないですから。さあ、また再び安値を割り込んだでしょうか。41円、40円、1。1円割ったんですね。もう、これ、スマートライブ。このまま2000円いったとしても、一旦終わりで構いません。であれば、次の銘柄を探すようにしてください。あるいは今日終了でいいです。今、2万、3万でも、株数、物合い多く入れている方、例えば物合い1000株とか2000株入れた方で、捉えた方は、まあ、4、5万ぐらい。まあ、もっと取れた方もいらっしゃると思いますけど。で、それもナイストレードになりますので。まあ、20ティック、30ティック。それでも十分です。9000株入って20ティックでプラス4万。50ティック以上、こう、朝、動きましたか？まあ、30ティックですかね。40ティックですね。置いてますので、まあ、20ティック取れれば十分。2000株入って、うん、まあ、物合い取れて、次、スマートドライブの空売りで、まあ、剥離。YAC で、X、10ティック。でも、板が薄いから500株しか入ってない。まあ、トータル、プラス5円で、全然それでもナイストレードです。1日数十分、1時間もかからずに、
何取られたらナイストレードですから。ただこれを忘れない。必ずノート、手帳ですね。目に書いていただいて。あ、やっぱりルール通りやったから勝てたんだ。とにかくこれを継続をしていただきたいです。AC がこの後一気に行くかどうかなんですけども、ここに行きますですね。まだ行かないんですね。で、これは何かというと、見ますでしょうか。良くないですよね。理解のやつとかは全然いいです。いいですけれども、テクニカルがちょっと良くないということになります。我々も必ずやっぱり見るべきポイントありますので、ぜひともチェックするようにしていてください。ではこちらもらいも調整してきますからね。こっちもそうですね。もみもみですね。まあできれば3分1回ゲットしてもいいんじゃないかなっていうところがあります、ね。そうですね。という感じですね。そんな感じですよね。はい。3名から全部チャンスありましたので、出前館っていうのはいたがらす創生はポイントありません。今日、メインとして見ている3名からは全部ポイントありました。モノアイテクノロジー、YAC、スマートトライ。すべて捉えた方、ナイスそれ。ですね。これ全部取ったらそうですね、もちろん。はい。自動的に。ちょっと他ですね。材料が出てきた銘柄はですね、PTS の段階でありましたけれども、全然良くないですね。銘柄がほとんどでした。理由としては、板がスタスタ、出来高が全然ない。例えば、ですね、今日ストップがつけてる銘柄、キックスマイルっていうのがあるんですけども、見てください。今日の出来高8万株、8万2600株だけです。値がだいぶ飛んでいます。こういう銘柄もあるということですね。こういうのには手を出さないんです。それ今日の唯一のストップとなっております。で、ストップ安は今日はありません。ちょっと上がったからといって、高い売りしたからといって、買ったらそのまま下げていった銘柄もあったり、あとは新安値を更新している銘柄もたくさんあります。例えば、今日データ、冷やしてみると分かりやすいですね。というデータ。使っている方いますでしょうかね。小田急電です。日経採用銘柄。1段安です。日経が今日プラス262円上げているにもかかわらず、同じ日経平均採用でも、いわゆるディフェンシブ系と言われる銘柄の一角が売られております。で、あと、これも一応まあ食料品なので、ディフェンシブですね。国内の方で、例えばプライム市場入っています。1段安。あと、まあ、他にもたくさんありますね。このヤマトさんもそうです。今日安値更新です。ヤマト。あとは同じ4号系、創生出していますけれども、住友ファーム、医薬品の会社、日経平均採用銘柄1台です。今日 2%、大幅安。あと、ツムラとかもそうですね。マイナス、安値更新。アルソック。アルソック、なんですか、総合経理保証。これも今日1段安。昨年12月につけた安値3435円を今日さらに割り込んでいきました。アルソックであれば、アルソックと同じグループというんですよ。同じ業種で見ると、セコン見てみましょう。清村3号も同業、1段安値更新となっています。同業ですね。同業も必ずチェックするようにしてください。トヨタを見たら S3 のですとか、同業です。そして、注目銘柄また再び戻していきます。今安いから買いと思って買った人、さらに含みゾーンが拡大しているという例を今見せてもらいました。スイングにおいて、買ってはいけない場面にもかかわらず買った人たちは、大幅な含みゾーン、大きな含みゾーンとなっています。そして日経がですね、朝つけた寄り値を割り込んでいきそうな感じですね、この流れ。
さの良い値を捉えに来そう。つまり下落という意味です。そんな中、支えられてますね。モノアイテクノロジー。あと、スマートラフ IAC。モノアイもうちょっとな感じになってきましたけどね。ここですよね。うん、そうですね。まだ。一旦ちょっと3分ネットになってほしいですね。そうです。はい。もう1分また来ちゃいましたもんね、これ。はい。そうですね。理想はこうなって、その後、こうですね。で、1だったら、が理想なんですが、皆さんも無理する必要はありませんので、もうすでにモノアイテクノロジーで一度に確定された方、ほとんどだと思いますので、次の銘柄、物色していただければと思います。いや、絶対この銘柄で取りたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、抜きましたね。もう、あんまり強くはお勧めしないですけどもね、1727円。ストップですね、もう。はい。1727が今日のストップです。今日のストップ高は、1727。これがモノアイの今日のストップ高です。売り買いの安力さ、本当にいいんですよね。他の2つと比べても、YAC、スマートラと比べると。板の厚くなってきましたね、モノアイ。そうですよね、だいぶ厚いです、変わりましたよね。モノアイテクノロジー5240は1700円ぴったりのところに2万株入っています。1700円、ここに売り差し値注文が2万株入っています。あ、今超えていきました。消化していきました。ストップ高1727円。皆さんと一緒にストップ高まで見ていきましょうか。まあもう持たれてる方はどの辺で手締まりしてもいいようなもう水準になりましたね。そうですね。やっぱり大事ですね、この圧力差。圧力差大事ですね。本当に重要ですね。これを見ないっていう方もいるっていうのはすごいですよね。つけました。おめでとうございました。おめでとうございました。デイトレードですので、皆さん、手締まりをしてください。利益確定してください。お願いいたします。モノアイテクノロジーはこれで終了です。ちょっと2回に分けてエントリーポイントはありましたけれども、できたら3分一旦でとなってほしかったですね。一発目、二発目は、鳴らすにかけていきました。そしてスマートドライブも、それに、まあ、便乗じゃないですか。なんか、そんな感じですね。はい。動き方は。1分が今、ゴールで切り替わりました。モノアイ同様、さらに来たんだかと、こうなっていっております。ちなみにスマートライブは今日は高値2020円となります。どうでしょうか。書くとつけると面白いです。それ面白いですね。はい。本当は2023と書きたいと思いますけど、ね、2020ですね。はい。そう書くとなっております。で、先ほどのモノアイと比べると、ですね、2倍ありますけれども、ちょっと売りも増えてきてますね。2倍以上あったものが今 1. 数倍になってきましたね。それだけ売り圧力が入ってきたということになりますので、まあ、大体こういうところでもし入っている方がいたら逃げるという選択肢もありますが、ただ1分がまだ良くないですから、テクニカルがあまり良くない状態、確定していない状態。そして YAC 見ていきましょう。6298、1段高となりまして、1分が間もなくゴールデンとなりそうです。間もなくなりそうです。ならなければやる必要はありません。ちょっと6298の方が売り買い圧力差は、モノアイ、スマートラと比べると乏しさ感じられます。逆に言うと、モノアイとスマートラが良すぎるというのもありますね。YACと比べると。あとは他に、ソーセイですとか、板ガラス、ジェノバ、手前感はポイントなく今推移しております。今日はいいですね。内容としては非常に皆さん利益を、まあ、ニコニコ笑顔、
3銘柄全部捉えた方もいらっしゃった。もう物合いで2回捉えた方もいらっしゃるかもしれません。負けがないですよね、今日。あとでちょっといろいろお聞きしたいですね、本当に。そうですね。どんな感じだったか。できたらワントレードぐらいロスカット入った方が正直、リスクリワード的にはいいですね。ロスカットが入って、0.2% のロスカットとか、モノアイテクノロジーがプラス 2%、スマートドライブがプラス 1.5%、例えばですね、YAC がプラス 1.5%、トータルで大きく利益になる。勝率ではなく、勝率もちろん重要かもしれませんけれども、損勝利大の思考を常にこの中に入れて、伸ばすというスタンス。これがまず実践できているかどうか。損失よりも利益が大きいかどうか。こちらの方が重要だと。そう思っていただいてですね、臨んでほしいです。で今日は、モノアイテクノロジーがストップ高つけましたので、今日のストップ高銘柄はこれで2銘柄になりました。5240モノアイテクノロジーが9時37分のストップ高。今日も注目銘柄、ナイストレードとなります。で、その他の銘柄ですね。今、ギリプラスにある創生。ポイントありません。ずっと、強いです。こういう状態です。どこと比べると、ちょっと強い。まあ、いつもの通りかもしれませんけれども、ポイント今日はありません。突然ですね、一気にアンダー強くなることもあります。というところまだません。ピタガラスもポイントありません。ジェノバもポイントありません。出前館もポイントありません。どうでしょうかね。9341ジェノバ、ドスンというのが一気に、金曜日もそうでしたね。大きな陽線から一気に陰線になりましたから、このジェノバですね、金曜日。5分で見るといいです。あ、これです。すごいですね。これ金曜日です。大きな陽線つけてから一気に下げていきました。こういうことも普通にある。これが IPO です。ですので、まあ、含み益が伸びてきた、伸びてきたから、もっともっと伸ばす。という思考で IPO を望むといつの間にか売りのレーンが入って、売りのところが入って、気づいたらストップ安って。さっきまで20万プラスだったのに、今、マイナス40万ぐらいになってるよと。例えばですね、マイナス20万ぐらいになってるというふうな。いつ崩れるかわかりませんけれども、出来高が今日全然ないので、一旦ちょっと今、10時前ですけれども、一旦これちょっと外しますね。今日、一旦外します。さよなら。ということですね。まず人気が、商いがない。人気がない。板ガラスは46万、創生は39万、手前から33万円出して、ジェノバが8万。まあ、デイトレで言うと対象外です。だと極端にポイントからずれているメンバーも、出していきます。で、前から、定位株なので、これを外しますね。そうですね。なんかもう、ちょっと今日厳しそうです。はい。そうすると、残っているのが、板カラス。これも微妙ですけど、一応残していきます。あと、創生グループ。これが、アンダー強くなってきたら、やらなければ、やらなければいいだけ。一応、そのまま入れていきます。で、他、スマートドライブ。回線力と無線力両方ですね。今も回線力。YAC、こちらも回線力。で、あと他の銘柄も見ていきますが、特にないです。直近の2、3営業、いわゆる先週ですね。
で、先週注目していた銘柄もいくつかありますけれども、特にないです。で、あとは決算発表銘柄があります。金曜日決算発表19件ありました。例えば今日、材料で出ていたのが良品計画7453。これです。これ、良品計画です。冷やしチャート見てください。これです。あの良品計画が、と思われた方もいらっしゃると思います。これで決算内容。悪かったですね。減益。空中1月期。そうですね。悪かった。全部悪かったですね。今日、9%安。もう一段下げることも考えられます。金曜日、木曜日、良品計画買っていた人はとんでもないです。海損拡大となっています。朝安いから買った人たちも海損です。そもそも良品計画は買えない銘柄です。なぜか、スイングでやっている方もお金のように、冷やしチャートは金曜日などの段階が悪くはないかもしれませんが、週足見てください。ダメなんです。これです。雲の中。やっぱり買えない。上に向けていけば、ここを上に抜けている状態であれば、買えたんですけど、買えないと。月で見ても同様です。逆転中です。買えません。だからこうなってしまうんですね。そう思っていただければと思います。で、あと今日ですね、決算表もあります。今日は、どれくらいな、いや、約40社近くでしょうかね、決算表あります。ただ、大きなところはないですね。デイトレに向いている銘柄、キューピーとかありますけどね。キューピー。あとは、バイク王。今はちょっと違いますよね。バイク王、3377バイク王、デイトレに今適していないですよね。わかるとかですね。理想教育、東京区別市。これらは出来高も少ないので、デイトレには向いていないです。あと、ライトオン、小島など、高級とかもありますけれども、出来高少ないですね。イズミ。あと、ローソンもありますね。26を1ローソン。今日の決算表。あ、ありました。大きいところ。今日。安川電機。6506。安川。安川ですか。で、今日の16時に決算発表となっています。あとは、ウェルシア。お薬屋さんでしたしね。これです。最初ウェルシアも今日3時、決算発表となっています。で、あとは、今週末にかけて決算、徐々に増えていきますよ。今週の水、明日ですね。明日11水曜日。12日木曜日、13日金曜日にかけて増えていきます。デイトレ適正で言うと、どうでしょうかね。まあ、パソナがあったり、いいですかね。あ、結構ありますね。ありがとうございます。口頭で言いませんので、皆さん見てください。ご自身でですね、見ていただいた方がいいですね。あ、ありますね。デイトレ適正系が結構、そうですね。いいですね。うん、エリカレントとかも以前大型でしたけど、今分割されて、ちっちゃくなって、これも13日金曜日入ってきてですね。イドムとかもそうですね。以前のイドムとか懐かしい。前。今はもう、こう、影ひっそりと。そうです。はい。できたかもそれほど、あとイオンもありますね。イオンも金曜日。吉野家、金曜日。吉野家。アンダーとオーバーの差が常に株価上昇でも、オーバーが多い北の達人とかですね、金曜日に。木曜日もそうですね、水曜日もそうですね。いろんな銘柄があります。セブンアン前は木曜日ですね、12日。S&P。見てくださいって言ってるのに、なんか自分の方で言っちゃってますね。ああ、優先にユーレックスとかも。そう、今週結構
ありますね。だって9983も今週ありますから、木曜日、12日ですね、ユニクロ、ファーストリテイリングなどなど、まあ、大型開いてる、手掛けてる方はですね、今週結構チェックしていただければと思います。出前館、今日出している出前館は明日決算発表です。ビックリカメラもそうですね。ビッグカメラもそうですね。であったり、あとは、結構ありますね、今週。NPC。聞かないかなっていう感じです。そこそこ、今週入っていますので、ぜひ皆さんも、決算発表銘柄チェックをしていただければと思います。そして、スマドラ YAC、質問を見ていきたいと思います。モノアイテクノロジーは、ストップ高つけましたので、必ずストップ高付近で売るようにしてください。ストップ高手前でもいいです。もう今、だいぶ離れてきてますね。こちらです。この場合は。今、安いからもう一回買いは絶対に NG ですから。やめるようにしてください。終わってみると、上髭をつけて終わることもあります。YAC、揉んでいます。スマートドライブも、ちょっと3分デッド。いい形ですね、これは。いい状態です。次、ゴールデンになるのを待て。そして、創生は変わらずオーバー強い状態。板ガラスもオーバー強い状態なので、今手は世代状態と言っています。日経に関しましても、このような状態でずっと揉み合ってます。揉み合いながらも、高値がどん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 徐々に切り下がっているのが日経平均チャート。見て取れます。スマドラもそうですね。まあ、一旦、こういう状態です。まあ、こうなっていくかとか。で、3分が、この後、ゴールデンになるかとか。これを見ていきます。ならなければ、このまま少し下げたら、この銘柄終了もしくは売り戦略に切り替える。空売りできる銘柄となっております。あと YAC に関しまして、揉み合い、ボリバン、キューッとなっていって、潰されている状態が続いて、上にブレイクしていくかどうか。これが YAC です。去年の5月につけました、高値どころ1949円を目指す動きが入るかどうか。これも見ていきたいと思います。まあ、10時手前になってきて、一通り終わりましたかね。一旦はもう、そうですね。スマドラ、モノアイ、ワイン。よかったですね、今日。よかったですね。はい、かなりよかったんじゃないでしょうか。一旦もう一周したって感じですね、今日は。はい、まあ、ここからは無理して何かをガチャガチャやるようなことはせずに、本当にチャンスが来るものだけ、とにかく、絞っていい。はい、あと明日でもいいじゃないですか、ね。もう本当にそれでもいいと思いますよ、終了で、明日ですね。もう全然今日終了でいいとは思いますね。はい、まあランキング見てても5129のテクサーとか久しぶりに戻ってきましたからね。これまあ今日上髭になるかどうかはちょっと何とも言えませんけれども、ね、この辺も面白そうだ。IPO 銘柄もありますね。なんかありますよね、いろいろ。今日は値上がり値ランキング第3位ノート。これも戻ってきてくれると面白そうですね。そうですね。あと今、加瀬さんおっしゃった5129のフィクサー。上場来の高値ではありません、フィクサー。上場来の高値は10月6日。あれよ。上場した日ですよね。の高値が、2222円。今日は2220円になっています。あと、ツーティック。そういうところで、まあ、システムですね。あとは、ソシオネクスト。まあ、これも一応 IPO というか、数ヶ月前から言ってるんですね。マルミツ。この株です。出来高あるの全然少ないですね。値上がりランキングで見ると。ラオックスと定価。ラオックスも一時期盛り上がりましたけどね。今日これだけ今日上げて上位入っているんですけども、ラオックスこれです。冷やしちゃうとです。人間が出しますこういうの買いで入ると高値掴んで終わりですね。移動平均線がもう完全に下向いてます。本来あるべき75日線の下、25日線の下向き。で、200日線の下にロスが足が。こんなの買えないです。対象外です。で、これを買ってしまうと、とんでもない結果です。結果的に、まあ、これ何度も繰り返されます。このそうですね。この場面もそうです。
上がってきた、上がってきた、やったラッキー。どうする？いや、絶対いつか戻る。ちょっとした反発で、よかったよかった、また、ちょっと、難品しちゃおうとかですね。あ、よかった、ここでもう一段上げてきた。75、2000まで戻ったら買おう。って思ってる人たちはさらにどうする？ということです。トータルで見ると、やっぱり損を出す危険性が極めて高いということになります。で、今日のストップ高つけてる銘柄は、この2銘柄、キッズスタイル、物合い、今のみとなっております。気配、良い状態のもの、ストップ気配のものも、この中には参見されておりますけれども、そうですね、新高値つけてる銘柄、新安値つけてる銘柄、そして、ストップ安は今日はない、ストップ高は2銘柄ということです。あとランキングはこのような状態ですね。全市場でのランキング上位50社、今出ております。値下がり率ランキングの上位50社も出ております。良品計画入っていますね。第4位に入っています。デルタファーマー、マミオーピー、懐かしいですね。3倍量なども入っております。大きなマイナスとなっております。リテール、デコルテなどなど、うん、ですね。フルキャスト、マイナス、ペプチドリームもそうです。中国電力、デジタルガレージ、コンコールや、つぶらやフィルスもそうですね。あと、エイミング。エミングやられてる方結構いらっしゃいましたよね。住友ファンはマイナスですね。ネクステージ。あと銀行系。そうですね。内需ディフェンシブ系もマイナスしっかりと入ってきている状況となります。残り3分ちょっとで10時となります。今日も遅10時半までになります。10時になりましたら皆さんアンケートですね。今日どうだったか、取らせていただきたいと思います。お、三上さん、ありがとうございます。524というか、物合い、600、9時6分の1572がインの、同じく9時6分、1590が半分アウト、1.1% 比較。で、9時9分、残り300を1601円アウト、1.8% 比較。5137、スマートドライブ、これも600、9時23分に1820インの、9時26分、同じく、600で、1832アウト、0.7% が1に合わせて、2万1000の利確になりました。ありがとうございます。ということで、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。ナイスレベルですね。ナイスレベルです。2つやられたかったですね。特に欲張らずに、まあ。もっと取ろうとは思わずにですね。十分ですね。ナイスレベルです。いいですね。で、あと、皆さん、一度、この物合いのように、一度ストップ高をつけた銘柄ですね。ストップ高こう、崩れて、剥がれてですね、どん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 下げていって、そこで安いから、またストップ高行くだろうという会話ですね。絶対にやめるようにしてください。それで失敗をしている人たち、もう何人も、何百人以上ですね、見てきております。我々の周りにもですね、元スタッフもそうでしたね。おりましたので、ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。